はい、皆さんこんにちは。今日も引き続き信用クラシック、まあ、日本語名の大会、大会の日本語名は信用ダービーって言われる大会ですね。なんでか知らないですけど、海外と日本で同じ大会のはずなんですけど、大会名が違ってます。ルールは、2008年の公式ダブルバトルルールのリバイバルというか再現みたいなルールなんですけど、当時は、4450、4体から4体を選出して50レベルの大会なんですけど、今回は6体から4体選出する大会ですね。使えるポケモンは、信用地方までの、だから上んマサラタウンじゃねえ、なんだっけ、関東地方、上都地方、信用地方、あと何だっけ、もう一個あるね、すいません、もう一個地方忘れました。そこまでのポケモン493体全国図鑑が確かいて、そのうちの、幻ポケモン、禁煙ポケモンプラス、バンギラス、ヒードラン、カイリを除いたポケモンが使用可能なダブルバトルです。まあ、ちょっとルールが複雑というか、使えるポケモンのなんていうのレギュレーションがちょっと複雑ですけど、まあ、そんなルールのダブルバトルをやっていきます。メガ進化も使えません。パーティーを紹介してから対戦を行っていきたいと思います。パーティー、昨日の動画から変わってないと思いますが、クレセリア5つ目、凍える風、電磁波、瞑想、月の光、まあ、月の光っていうのは XY 第6世代から、使えるようになった技だった気がします。スイ君、ラムの実を持たせていて、ズブという HBD フリー、こいつも瞑想あるね。瞑想、眠る、レートビーム、熱湯で、サンダーが光の粉で、特性が静電気。まあ、特性プレッシャーだと相手のスカーフポケモンとか、まあ、相手の何でも天候特性のポケモンとかに対して素早さ判定ができるメリットはあるんだけど、静電気っていう珍しい特性を使ってみたいっていう、そういう好奇心みたいなのがあって、これの特性ですね。10万ボルト、毒毒、電磁波、羽休め、こいつもずぶとい HBD フリー、バシャーも、あ、なんでバシャーも入れたんだっけ。炎タイプとりあえず入れたいとは思ったんですよね。炎タイプ入れたいと思っていて、ヒートランが使えたら僕絶対ヒートラン入れるんですけど、ヒートランのこのルール使えないので、ヒートラン鋼タイプだから使いたいのもあるんだけどな。鋼タイプ、メタグロス、ハッサムぐらいしか選択肢ないよね今んとこ。バシャーモンがこだわり8までの加速、加速っていう特性も第5世代から登場した技ですね。技じゃねえ、特性ですね。フレアドライブ、バカ力で岩なだれ、自信にしてます、とりあえずね。このルールファイヤローがいないから、飛行タイプのポケモンに怯えることは今のダブル環境よりは少ないんじゃないかな。デボーマンだ、気合いの助けも出して、流星群火炎放射、やかっつ、やかった、何回よか迷ってみる、ずっと、ストーンエッジとか入れるか、岩の台とか物理技入れるのも一つの策なんですけど、何にしましょうかねって迷ってます。あるいはボーマンダをスカーフ、控えめスカーフ、こだわりスカーフボーマンダにしてもいいかなと思ってるんですけど、迷ってるところであります。ロトム、こだわりメガネ、10万ボルト、ボルトチェンジ、ハイドロポンプ、トリック、まあ、トリックはちょっと前に苦戦した、進化の奇跡さまよるみたいな抗体球の変化技をたくさん使うポケモンに対してトリックを決めれば、まあ、うまいというか美味しい展開になるでしょう。これで対戦を行っていきます。いつものように前置きが長くなっちゃいましたが、対戦します。グレッグジジジさん、これ雪の鳥パと思えばいいのかな。変更があるからボーマンダがきついな、ちょっとね。ロトム、トリックルーム使いそうだよね、トリックルーム使いそうだよね、どうしようかな。ロトム、バシャーモ、スイ君、クレセリア、ハリティアマ、クレセリアだから、まあ、トリックルームしてきそうな流れ。メガネハイドロポンプっていくか、メガネハイドロポンプ、ハリティアマに、バシャーモは、ハチマキ、
馬鹿力を張り切るのに猫魂ロトも言ってきた。で、バカ力がハリケーンに入って落とす。で、クレセリアトリックルーム。相手はトリックルームからから、まあ1脳かな、1脳ですね。ロトも技出してなかったから自由に選択できるところ。トリック打っても技固定できないよな、まだ。トリックルームに対してそのスピンとは何やってくるの、クレセリア。あんまりこだわらせる意味メリットないか。ボルトチェンジを機能に打って、バシャンマスイクンチェンジ。照らしてやる？エナジーボール。死ぬのか、これはいい。最高の演出。アバレダメージ食らう。エナジーボールめっちゃ効くな。クレセリーチェンジ。瞑想で、スイ君は眠る。これ今までやってた VGC2016 と違って健康ターンは短いよね。めっちゃ効くな、本当に。眠れで水君体力回復。でクレセリは瞑想で特攻と特攻一段階ずつ上げる。凍える風。水君は熱湯をクレセリアに。エナジーボールってきた。覚える風でちょびっとしかダメージ入りません。やけどさせたら美味しいけどやけどはしない。クレセリアもう一回瞑想積んで、スイ君はどうしよう。ナジーボール来るよね。馬車のチェンジ耐えて特防ダウン。おにぎりクレセリアがやけど状態に。あられ状態もう一旦続く。ここエリカゼ馬車のは岩なんだれ。バカ力だった方が良かったかな。裏にクレセリアいたもんな。お盆の体力回復。ハイドルポンプでバッシャーも死亡で、アラレターンが終わる。クレセリアは月の回体力回復して、スイ君は眠るってスネ眠りになっちゃうけど、スネ眠りするしかないかな。眠る。あられ終わったから吹雪を食らうことはないけど、凍える風しかくれせい攻撃技がないから、ロトムに対してのダメージソースが乏しい。眠り体力回復。10万ボルト。エナジーボールクリティカル。死ぬ。ベンジャーを生き脳に。スネムリさすがにアホっていうか何もできんな、これ。雪の強いかな、やっぱこれ。めちゃ俺苦戦してますよね。凍える風。凍える風だけで勝てるのか。雪のハリティアマー、あとヒートランとかいたら有名なあられスイッチとかいうな
分類のパーティーになるんですけど、ハイテヤマは一発で倒したのよかったけど、バシャームは居座れないのつらいな。トリルに対して個人的に好きなのは身代わりを張って対抗する戦略なんですけど、身代わり持ち込んでもいいのに採用してないんですよね。変更パーに対してどう対処するか、そういう意味でヒートの身代わりってすごい優秀なんですけど、ヒートは使えないからな。エンペイでも使えますかね。エンペイを使う場合、僕のパーティーなんだ、ゴツゴツメットがクレセリアで光の粉サンダーだから、まあ一応食べ残しあるから、エンテ身代わり食べ残しエンテ使うから、バックアウト、線の炎とかで。あれ、相手行動しないでよ。通信関係が悪くなったのか、相手。昨日のエナジーボールについて、草結びは伝説戦じゃないから、別に草結び、体重重いポケモンが少ないから、威力上がらないので、いらないとして、ギガドレイン採用するかエナジーボール採用するかの択なんですけど、全国ダブルの、モロバレーでもそういう話だったけど、体力回復を優先したいのか、ダメージ与えることを優先したいのか、エナジーボールの威力高いんですよね。なのでこの機能をタスキだった場合、例えばギガドレインだったら多少ダメージ食らったとしても体力回復して危険タスキの保険を取り戻せるんですけど、それよりはこの機能はエナジーボールにダメージを優先した感じなんですね。個人的にはエナジーボールを採用した場合は命の玉みたいな火力強化アイテムを持たせた方がいいかなと思うんですけど、相手の雪乃の持ち物何だったんだろうか。天候ターンが7ターンだったから、なんだっけ、冷たい岩だっけ、天候ターンを2ターン延長するアイテムだったのかな、多分それですよね。僕だったら雪乃助けが好きなんですけど、まあ命の玉を持たせてウッドハンマーとか使う方もいますし、好みなんですかね。明らかに相手が勝ちだったんだけど、なんか相手が通信環境が悪くなったのか、なんかお母さんが呼びに来たのか知らないですけど、なんか相手からタイマーを設定したのに相手がなんか行動しなくてこっちの勝ち判定になりましたという謎の、まあ、クレセリアしかいなくてこっち積んでたんですけど、なぜかこっちの勝ちになりました。瞑想クレセリアと瞑想スイ君いるわけだけど、スイ君は当然雪のとか電気タイプのポケモンの対面では瞑想積んでる暇がないので、瞑想スイ君が強いかどうかってのは怪しいところあるんですよね。まあ、水タイプだと、まあ、ウォッシュロトのスイ君、あとトリトドンとか、まあ、使える子でもいて一長一短なんですけど、僕はスイ君が好きだから使ってますが、まあ、これも技構成の考えどころですね。瞑想積んでる暇なかったらあれなんで、瞑想眠り型だと、あと守りを採用できない点がちょっと弱いところというか難しいところというか、このタイプバシャンもエンテに変更して次回やりたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回見てくれると嬉しいです。サンキューウォッチングマイビデオ。 See you next time. バイバイ。また次回よろしくお願いします。